はい、どうも、こんにちは。えー、前回申しましたようにね、今行われている a ムラジオ放送、これがですね、来る2028年の秋頃までに廃止というお話をしましたところで、結構ね、知らなかったって方多いんですよ。なぜかあまり、えー、報道されなくてですね、あの、ラジオ放送の中でも a ムラジオは将来廃止になるっていうようなね、話っていうのはほとんど出てこないのでね、ただ、 FM 補完局、FM 補完中継局ができて、AM ラジオがよりより良い音質で、FM で楽しめますというようなね、PR 活動、あるいはね、ラジコで聞くと音がいいとかね、そういった PR は盛んに行われてますけれども、当放送局は AM ラジオを将来配信にしますというような話は、 なぜかあまりねおそらくこの廃止っていうのは、えー、五感的にもねマイナスのイメージが結構大きいのであえてこう <laughs>、えー、言わないんじゃないかなと思うんですけれども現実問題として今のところ2028年までに AM ラジオ放送が廃止になるわけですね。で廃止になった後どうなるかっていうと今あの FM ラジオっていうねお聞きになられてる方多いと思うんですけれども <laughs> FM の方に移行するんですね。 で、あ、なんだ、じゃあ同じラジオだから、あの、A、AM から FM に変わるんだったら、あの、別にいいじゃんっていう方もね、結構いらっしゃるんですけれども。ですがですね、非常にこの AM ラジオ放送配信に関しては反対される方も結構多くて。で、なぜかというと、まあ一般的にね、AM ラジオ、FM ラジオ、AM 放送は FM 放送って言ってますけれども、実はまあ同じラジオ、 なんですが、えっ、ー、と、大きく違う点がありまして、まあ、これ正確に言いますと、今行われている AM ラジオ放送っていうのは、えー、中波帯ですね。周波数、中波帯の周波数を使った AM 変調方式のラジオ放送なんですね。で、えー、中波帯というのは周波数ですね。周波数、まあ、中波と呼ばれる周波数を使っています。 で AM っていうのは何かと言いますとアンプリチュードモジュレーション、えー、これ日本語で言いますと振幅変調、まあ、ちょっとね難しいような語感ですけれども振幅変調というこれ変調方式なんですね。それを使った放送が、えー、俗に言う AM 放送、AM ラジオ放送なんですね。あの中波帯っていう電波はですね、まあ 低い方の、今現在使われている周波数の中では低い方で、電波には波長がある、あるんですけれども、まあそういうものだと思ってください。波長というのがあって、それが長いんですね。波長というものが長い、長いんですね。で、アンテナ、アンテナはですね、その波長に応じた長さである必要がありますので、現在行われている、えー、中波帯の AM ラジオ放送っていうのは、波長が長いので、 送信するアンテナですね。送信所。放送局のアンテナが非常に長いものが必要なんですね。で私の動画でも AM ラジオ放送、NHK の第2放送の送信所のレポートがありますけれども、地上あればね、地上130メートルくらいの長さがあるんですが、で、広大な敷地が必要なんですね。ですので、まあ、放送局側としてはですね、この エイムラジオ放送のために大きなアンテナと広い土地が必要になるんですね。あとノイズノイズに弱いという弱点もあるんですね。ですので、まあ、パソコンの近くであるとかね、えー、自動車のエンジンのイグニッションノイズであるとかさまざ、あ、まなね最近ノイズが出る機器が多いので、まあ、ちょっとこうノイズが入るということもね地域とか場所とか。 環境によっては、ね、あり得るんですねそれと、あのー、都会にお住まいの方非常にね高層建造物が多い場所あるいはマンションなどの集合住宅にお住まいの方が多い地域ですとえそういった建物の中にはこの中波の電波がね届きにくい性質があるんですね。え鉄筋コンクリート作りの え、部屋の中ですと、窓際ではない、窓際でないと、え、AM ラジオ放送入らないっていう方が結構ね、地域によっては多くて。で、それを、まあ、それをですね、まあ、解決するっていうこともあって、FM 中継保管局っていうのがね、作られたわけでもあるんですけれども。でですね、今度は FM ラジオに行ってみましょう。あ、これ電池邪魔ですね。これ古いやつなんですけどね。え、FM ラジオ。 はですね、これ正式に言いますと VHF 超短波帯の電波を使った FM 変調方式のラジオ放送ということになるんですけれども、えー、この FM っていうのは先ほど AM ラジオでも言いましたけれど変調方式なんですね。FM フリケンシーモジュレーションちょっと発音が悪いですがフリケンシーモジュレーションの、えー、頭文字で FM なわけですね、えー日本語にし。日本語にしますと周波数変調方式という仕組み基本になる電波に音や音楽を載せる仕組みが FM 変調方式を使っているラジオということなんですね。でこちら VHF、えー、ベリーハイフリケンシ超短波ということで。 あの周波数が高いんですね周波数が高くなりますでこれも単純にね周波数が高くなると、まあ、波長が短くなると、まあ、思ってくださいこれ詳しく説明するとあのすごく長くなってしまうんですが、まあ、周波数が高くなると波長が短くなりますで先ほど申しましたように波長に応じたアンテナが、まあ、必要なんですけれども えー、この FM 放送が行われている周波数ですと、えー、アンテナの長さがですね3 4メートルくらい3メートルくらいのアンテナの長さで、えー、十分機能を発揮するわけなんですね。ですので、えー、先ほど申しました AM ラジオ放送のね1 3 0ル以上のアンテナと広い土地じゃなくてもまあ例えば あの、鉄塔の上、タワーの上なんかにもね、設置できるくらいの、まあ、アンテナなんですね。ですので、維持管理、維持管理ですね。これ、コスト面においてやはりいいということで、まあ、それもあって、AM ラジオ放送を廃止して、この VHF 対、超短波対の FM ラジオ放送に、今行われている AM ラジオ局が移りたいということで、 まあ認可されて将来的に AM ラジオは廃止になって FM になってしまうというわけなんですねただ NHK とえ一部の民放局はえ今後もですね AM ラジオ放送を続けるということになっております AM ラジオ放送を続けるのはえまあ北海道と秋田県まあ今これ正式にね続けるということになってますけれども まあ、北海道にしても、秋田にしても、もう地形的にね、VHF 帯を使った FM 放送だけではあ、全県をカバーできないわけですね。特に北海道なんかは、到底ちょっと、あの、<laughs> FM 局だけではカバーできなくて、で、今後も AM ラジオ放送を続けるというわけなんですが、で先ほど言いましたように、この AM、FM、それぞれね、AM ラジオ、FM ラジオ、 変調方式と周波数が違うんですけれどもこの低い周波数を使う AM 周波帯の AM ラジオ放送っていうのはえっ、ー、とねこう地球ってこう丸いんですがこの地表に沿って進む電波がね進む特性が強いので、まあ、遠距離でも届くという特性があるんですね、まあ、いわば長距離用のそもそもがね長距離用を目的とした 大域なんですけれども対してねこの今行われている VHF 帯超短波帯の FM ラジオ放送っていうのはこれをそもそもこの超短波帯っていうのは近距離を見通し圏内と言われてましてですねまあ遠距離を遠距離を届くことを目的としていないんですねもともとはね。ですので、えー、例えば都心部とか 面積は狭いけれども人口が密集しているような地域、そういった場所では非常にいいわけですね。反面ですね。まあ北海道とか広い地域では到達距離が短くて、で、それを補うためには中継局をたくさん作らなければいけないっていうね。それもまたコスト的に負担になってしまうんでね。まあ一長一短があるわけですね。この AM ラジオ、FM ラジオね、それぞれね。 えー、そういったわけなんですが、まあ、今回は、本来はね、AM、えー、中波帯の AM ラジオ放送、えー、超短波帯の FM ラジオ放送、二つあれば <laughs> いいんですけれども、まあ、片方が廃止になってしまうということで、えー、ま、いろいろね、こう、論議が起こっているわけでございました。はい。えー、そういったわけで、今日、今日はですね、簡単にこの AM 放送、あ、こっちか <laughs>、AM 放送と、 FM 放送何が違うのかって言ったね、お話をしてみました。それではまたお会いしましょう。さよなら。